人のせいにされてますよ。若いのに結婚するんだみたいな。じゃあダメじゃん。はい、もういいかなと思っていたら、社員のキッチンにだってめっちゃやりたい放題なんやってみたいな。今からやりたい放題なのに、もったいないよねとかってめっちゃ言われて、あ、そうなんですか。だって俺でも一応新婚だからそんなことも思ってなかったけど、じゃあこの人がデタラメやりだしただって店にさ、3人女がおるんだ。しかもなんか可愛いよ。そうそうそう。みんなそれがね、本命の彼女、大学生の彼女、その高校生、女子高生、深夜の主婦って各主婦各主婦と聞いていいわね。その主婦は梶原さんが休みの日とかだと1日3回やれるの。そうそう、1日3回やるんだけど、その順番が